皆さんこんにちは。多くのヒット曲を生み出し、演歌元年のキャッチフレーズで知られている永山瑤子さん。永山瑤子さんは結婚しているようですが、旦那様はどんな方なのでしょうか。逮捕や離婚されたという噂もありました。また永山瑤子さんは2019年にある病気に罹患し、病魔と戦っていました。今回はそんな永山瑤子さんの旦那様の逮捕や離婚の真相、さらに闘病生活の実態についてご紹介していきます。まずは永山瑤子さんのプロフィールをご紹介します。名前、永山瑤子。生年月日、1968年1月13日。身長、156センチメートル。出身、東京都大田区。所属、バーニングプロダクション。永山瑤子さんは東京都大田区生まれ。父親が演歌と民謡が好きで、永山瑤子さんも演歌と民謡を聴いて育ったそうです。そして永山瑤子さんが4歳の頃には、父親が通っていた民謡教室に自らに頼んで通い始め、中学3年生まで通ったそうです。永山瑤子さんが10歳の頃には、倍率100倍と言われたビクター少年民謡会に合格。ちびっこのど自慢番組などにも出演し、その活躍がレコード会社の目に留まり、スカウトされます。永山瑤子さんは演歌歌手としてデビューする予定でしたが、デビューも直前に当時16歳だった永山瑤子さんには、演歌歌手としては年齢的に若すぎると判断され、アイドル歌手としてデビュー、演歌歌手としてのボイストレーニングを重ねていた永山瑤子さんは、急に方針が変わったことに納得していなかったそうで、テレビ番組に出演した際に、納得もいかず、言うことを聞いて、時間が過ぎていった感じです、と明かしています。そして1984年4月、永山瑤子さんが16歳の時に、春はサナ、サナをリリースし歌手デビューし、オリコン最高41位を獲得しました。1985年12月、永山瑤子さんが17歳の時には、フジテレビ系のドラマ、ヤヌスの鏡に出演し、女優デビュー。様々なことに挑戦していた永山瑤子さんでしたが、ついに1993年1月、永山瑤子さんが25歳の時に、演歌元年のキャッチフレーズで、日暮らしをリリースし、念願の演歌歌手としてデビューを飾りました。そんな永山瑤子さんは演歌界に新風を吹き込み、年末の各賞受賞をはじめ、NHK 紅白歌合戦の初出場も果たしました。その後も、でもねポーズが話題となった捨てられて、将棋界のレジェンドである羽生善治さんをモチーフにした縦紙等ヒットを連発し、演歌の永山瑤子のステータスを確立していきました。幼少期に所属していたビクター少年民謡会での経験をきっかけに習得した津軽三味線と民謡においては、沢田流の名取でもあります。2003年には激しい津軽三味線の立ち弾きが話題となったジョンから目節をリリース。演歌、民謡ファンのみならず、J、ポップ、ロックファンの間でも注目され、大ヒットを生み出したのでした。より深みと激しさを増した表現力で、独自の世界を創出し、永山瑤子さんは音楽界に強烈に印象に残ることとなりました。2016年、東京を流れる、小名木川に架かる橋をテーマに、下町人情を歌った本格派演歌、ふれあい橋。全国ご当地ソングを集めたベストアルバム女一人旅をリリース。2017年にはデビュー35周年として第1弾シングル別れ上手をリリースし、揺れる大人の女心を歌い上げ人気を博しました。そんな永山瑤子さんはプライベートでは2009年4月6日にご結婚されました。結婚した旦那様はマーク・スミスさん。マーク・スミスさんの職業は人材派遣会社の経営者だそうで、年商は20億円と言われています。旦那様のマーク・スミスさんはもともとは1994年にニューヨークを拠点とする IT 企業の社員として来日しましたが、独立し2004年に会社を設立しました。結婚した時永山瑤子さんは41歳。永山瑤子さんとマーク・スミスさんの出会いは
2003年2008年まで TBS 系で放送されていたクイズ番組世界バリバリバリュー。2006年に番組のリポーターとして永山陽子さんは出演され始めました。旦那様のマーク・スミスさんは演歌好きで永山陽子さんをリポーターに指名したんだとか。そしてマーク・スミスさんは番組放送後に永山陽子さんにラブレターを送り、永山陽子さんはその情熱に打たれて交際することになったそうです。国際結婚は最初は周囲に反対もあったそうですが、事務所の先輩の小泉京子さんに相談し後押しをしてもらい結婚に至ったようです。当時お二人の夫婦仲も良好だったらしく、マーク・スミスさんは永山陽子さんについて以下のように語っています。思いやりがあり常に支えになってくれる、しっかりと判断力を持ち自立心のある才能にあふれた素晴らしい人、そして美しい人、彼女が思っている以上に愛しています。お二人には小さな喧嘩はたびたびあるとのことですが、家族でオーストラリアに旅行に行ったり家族でコスプレを楽しんだりなどと家族関係も良好の様子です。そんな永山陽子さんとマーク・スミスさんの間にはお子様が一人いらっしゃいます。結婚翌年の2010年8月19日に出産しています。お子様の性別は娘で 2750g だったそうです。永山陽子さんが出産した年齢は42歳。結婚のちょうど1年後の2010年4月6日に永山陽子さんはブログで、正直少し不安もありますが同じアラフォー世代の女性たちへ私なりに心強いメッセージがお届けできればと妊娠5ヶ月であることを公表しました。永山陽子さんは出産の2日後にブログで、本当に本当に大変なお産でした、たくさんの皆さんからのコメントでとても励みになり帝王切開にもならずに乗り越えることができました、心からありがとうございましたと綴りました。そんな永山陽子さんとマーク・スミスさんについて検索すると離婚、逮捕の関連ワードが出てきます。なぜ離婚、逮捕のキーワードが出てくるのかと調べてみると、2015年にフライデーで書かれた薬物使用疑惑のある芸能人の一人に演歌歌手 NY とあり、これが永山陽子さんではないかとネットで噂されてしまったようです。他の週刊誌もたびたび薬物使用疑惑のある芸能人をイニシャルで挙げていますが、毎回女性演歌歌手 N の名前が出ていて永山陽子さんだと言われているようですね。永山陽子さんが近年激痩せしていることも噂の要因ではないかと思われます。離婚のキーワードについては永山陽子さんの旦那様のマーク・スミスさんに離婚歴があるのではないかと噂があったようです。しかしどちらの噂も噂だけで何の根拠もないようです。激痩せして話題となっていた永山陽子さんでしたが、2019年9月51歳の時に乳がんと診断され、手術を受けていたことを自身のブログで公表しました。幸い乳がんは初期段階のもので、手術も無事に終えていることも重ねて明かしました。永山陽子さんは公表の約1週間前の2019年8月25日に行われた日本ベストカーフレンド賞の授賞式に出席。その際は永山陽子さん自身がトヨタスワラに乗っており、ロサンゼルスでオープンカーで走っているのを見て一目惚れしました、冬でもヒーターをつけてオープンカーにして乗っていますと発言し、報道陣からは笑いが上がっていました。この時も普段と変わらず元気な様子だっただけに、ファンからは驚きと心配の声が寄せられていました。そして2019年9月に乳がんの手術を終えた永山陽子さん、手術から約1年後2020年10月の新曲リリースの際の会見では、もう元気ですとコメントしました。1年検診もオールオーケーとコメントし、再発などはないことを明かしました。さらにコロナの自粛期間も毎日家でも体を動かすように意識していましたと話し、元気な様子を見せました。乳がんは11人に1人は乳がんになるとも言われ、女性にとってはとても気になる身近な病気です。女性の場合30
30歳代以降、急激に発症リスクが高くなるとされています。そして永山瑤子さん以外にも、乳がん闘病の経験がある芸能人、有名人の方が多くいらっしゃいます。永山瑤子さんも年を重ねてから発症されたということで、早く見つかってよかったと思います。いかがでしたか？今回は永山瑤子さんの旦那様の逮捕や離婚の真相、さらに闘病生活の実態についてご紹介しました。旦那様の逮捕や離婚についてはどうやらデマだったようです。また現在は完治され、日常生活を取り戻した永山瑤子さんですが、これからも体調に気をつけてさらなる活躍をされることを期待したいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。